今日は毎月恒例ダイソーでお買い物してきたよ。こんにちは、ももかです。はい、というわけで本日はちょっとね、めっちゃ久々に、何年ぶりだろう、だいぶ久々にですね、髪の毛お団子やってみました。まあ、結構うちね、普通に下ろしてることが多いんですけど、なんか自分的に髪の毛をね、縛るのが好きじゃないんですよ。なぜかっていうと、ぴっちり縛るのが。なぜかっていうと、結構頭が鉢張ってて、ここがぽっこり出てるんですよ、骨の形的に。だから結ぶとそれがちょっと出ちゃって、なんか逆三角形が目立っちゃうのが嫌なのと、あとね、立ち耳だから余計それもなんか何、逆三角形が際立つっていうか、それがすごいうちコンプレックスで、やってなかったんですけど、最近ちょっと触覚を出すっていうのを覚えて、触覚を出せばまだマシになるというわけで、ちょっとねやってみました。触覚ないとほら全然違うでしょね。そう、ちょっとね、触覚もなんかちょっと今日巻きがちょっと取れて変な感じなんですけど、まあ許してください。はい、というわけで本日は毎月1回やっております私ももかがダイソーで1000円分お買い物というわけで、今月もねまた気になる商品ゲットしてきましたので、ぜひ最後まで見てください。それでは行ってみよう。はい、それではね、早速一つずつ紹介していきたいと思います。まず一つ目がこちら、ボーン、ミルメイクココア、イエー、素晴らしい。はい、こちら、なんで急にミルメイクって思った方いるかもしれないんですけど、以前のえちゃんたちと一緒に4年1組か6年4組かっていう、その給食が食べれるお店みたいなところに行ったんですよ。で、その時にのえちゃんがミルメイクを頼んでて、でそれをね頼もうと思ったんですけど、ちょうど時間が終わっちゃって頼めなかったんですよ。なのでちょっとね、今回私ミルメイクリベンジというわけでゲットしてみました。ミルメイクね、小学校の時うち学校の給食でね別に出なかったんですよ。だからね、飲んだことないので気になってゲットしちゃいました。まさかの100均に売ってたのでね、ゲットしちゃいました。牛乳嫌いのお子様にも大好評というわけで、こちらですね。はい、まあ、多分これはみんな味わかると思うのでいいでしょう。はい、次、続きましてはですね、付箋でございます。付箋ちょっと2個ねゲットしたので、どっちもちょっと出しちゃいます。こちら、はい、まずこっちがね、ミニ付箋、こちら付箋なんですけど、これちょっと開けますね。これ開けるとわかるんですけど、ね、このちっちゃい付箋がね、このわかるかな、紙なんですよ。ちっちゃってか紙なんですよ。なんかこういうちっちゃくて細い付箋って、うち的にピロピロっていうテープっぽい素材のイメージだったんですけど、これが紙なので書けるっていう、書き込める感じのがよくっていいなって思って選びました。てかちっちゃ、なんか可愛いんだけど、こんな感じでちょっとねブロックブロックで色が違って入ってます。可愛い、これいいじゃん。しかもめっちゃ量入ってない。で、このね、その何、入れ物が紙に貼っついてるんじゃなくて、こういう箱に入ってくれてるのがマジでありがたい。紙に貼っついてる系だと筆箱の中入れてもビロ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 しちゃって、ね、折れ曲がったりしてなんか取れちゃったりしがちなんですけど、これはね箱に入ってくれてるので筆箱の中にも入れても一安心みたいな感じ。めっちゃいい。ほら、色合いは5色なのかな、5色が2個2セット入ってます。めっちゃこれかわいい。で、もう一個の方がこちら。一個ね、ちょっと大きめの付箋が欲しくって、こちらの、ワンダリアニマル。デザイン付箋。というわけで、こちらね、多分、シバちゃんがね、ほら、ここにお腹いってるのが、かぶりついてますね。あ、これ時間かけるってことか、時計がないから。ほら、時間をかけるってこと、何時にこれしてねとかも書けるし、まあ、普通にメモ付箋としても使えるって感じで、これめっちゃ可愛いなって思って選びました。このしばちゃんがめっちゃ可愛い。はい、はい、続きましてはこちら、メイク落とし。はい、こちらメイク落とし、マツエクでも OK ダブル洗顔不要っていうねメイク落としです。まあ一応私は洗顔もしますけども、こちらのメイク落としは、まあ、普通に私よくアイラインとか失敗したりしがちなんですよ。で、その時にちょっと直せるやつだったり、このメイク落としのこの
ティッシュタイプだったりのがすごいうち的によく使うので、あとあの事務所でねメイク動画撮った時とかに、まあ、ちょっとメイクを落とす時とかね、ちょっとこちらゲットっていうかこういうのを使ったりするので、だいぶこのメイク落としのティッシュタイプうち使うのでね、こちら選びました。しかもサンリオでめっちゃ可愛い。はい、続きましてはこちらミラーかっこリゾート。はい、こちらリゾートっていうのは多分あれだね、何リゾート風、リゾート感があるからかな。こちらこんな感じでちょっとしたね袋に入っている、これは手鏡ですね、ちっちゃいミラーで、まあこんな感じで普通に鏡になってます。リゾートガールって書いてあります。まあ特にリゾートガールになりたいからとかそういう意味はないんですけども、ちょっとまあリゾートガールってこのデザインがね可愛かったのでこちらにしました。この色合いといいね。で、あの私メイクポーチに一個ね手鏡に持っておきたいなって思って、あのよくコスメの裏側のちっちゃい鏡とか使ってやってたりしたんですけど、そろそろちっちゃいの欲しいなって思ってこちらゲットしました。めっちゃいいね、この袋もついてるんで、これから愛用します。次、はい、というわけでですね、続きましてはこちらボーイーン、アイランビーズミックスセット。はい、こちらね急にどうしたって感じなんですけども、こちらはですね、最近っていうか一時期ちょっと流行ってたこのアイロンビーズで、何今流行ってたっていうほどじゃないんですけど、なんかこういうベルト、お花のベルトを作るみたいなのが流行ってて、流行ってるっていうほどじゃないんですけど、そういうのがあって、このアイロンビーズでこう一個置いて、で周りにこうやってなんか5個ぐらい置いたらお花になるじゃないですか。それをなんかちょっとした輪っかとかでつなげて、リングとかでつなげて、ちょっとしたあのフラワーチェーンみたいなね感じにするっていうのがね、ちょっと海外の方で見かけて、なのでちょっと真似してみようと思ってゲットしました。ちょっとねこれ簡単にできちゃうんで、あのお花だけ作ってみますね。ちなみにこれはこの白とこの紫のお花にしたいのと、もう一個なんか普通にモノクロのお花もねできたらいいなとか思ったりしてます。とりあえず真ん中が白で周りが紫のお花作りますね。なんか普通にこれね、このヘアアイロンの上にクッキングシートを引いて、でこっちにも引いて、それでここにビーズを置いてピチッてやったらくっつくっていうのもあったので、それで私はやってみたいと思います。ちょっと嘘かもしれないですよ、 TikTok 情報だから。とりあえずやってみます。まあ嘘だったらちょっとまた100均にそのセットも買いに行きます。それができるならね、わざわざセット買わなくていいってことですから、超絶いいですよね。なければ普通にアイロンでできちゃいますけど。はい、まあこんな感じでこちらのビーズ、まずこんな感じ、お花を真ん中白にして、まだ、あ、6つだ6つ、あでもいいかも、サイズ感的にめちゃめちゃかわいい。潰したら多少大きくなるしね。こんな感じのお花を作ります。そしたらじゃあとりあえず、まあ、ここにこうクッキングシートをちょっと引いて、この上に一回ビーズ並びます。はい、まあこんな感じで見えるかな、こういう感じで形になったら、この上にクッキングシートをまた置いて、ここにで、ちょっと電源オン。お、なってる。オッケー。ほら、どうだろう。こんな感じでなりましてるよ。これ穴塞がっちゃダメだから、ちょっとやりすぎたかもしれない。あー、でもなってる。まあ、これ穴塞がっちゃったらちょっとね、まあ、練習だったのでまあちょっとしょうがないんですけど、こんな感じで。あっ！はい、こんな感じで、ちょっと穴はね、塞がっちゃったんですけど、まあね、あの、いい感じにできたのでいいと思います。これはちょっと練習だったので、とりあえずね、まあいいでしょう。まあ練習を積み重ねましょう。でもまあヘアアイロンでできることは分かりました。これをこうやってやっていく感じ。次、はい、続きましてはこちら、じゃーん、小顔に見えるマスク7枚入り。はい、こちらはですね、今私がめちゃめちゃ愛用しているマスクでございます。これはあの TikTok で小顔に見えるっていうのをちょっと見かけて、あのいいじゃんって思ってこれ買ったら、もうめっちゃいいんですよ。なので私はね、もう最近はこればっか使ってます。ピンクっぽい、薄ピンクっぽいデザインで、ちょっとハートがねついてるんですよ。開けてみます。
ちなみに今まで使ってたのはコストコの4層プレミアムマスクってやつだったんですけど、そのねマスクも結構コメントとかでどこのって聞かれてたりもしました。ちなみに裏はこんな感じで、まあね、開けてみると中はこんな感じ、ほんと薄いピンクって感じで、つけるときはこっちを外にしてつけてます。多分それが正解なんだけど、はい、でつけると、まあそんなこっちのつける側はピンクが白です。白で内側がピンクになる感じですね。こんな感じで、でここのね横にはねちょっとハートがついてます。めっちゃ可愛い。でまあつけてみますね一回。はい、こんな感じで、めっちゃ良くない？このフィット感が超良くて、しかも結構小顔に見えますよね。多分このね横のね顎のラインが顎に沿った感じで縫われてるので、多分小顔に見えるんだと思います。シュッとね。これ結構人気で、どこ行っても残り2個とかね、売ってないところもあったりします。これおすすめ。続きましてラストはこちら、じゃーん、リスペクトラムネ濃い濃いソーサージー。完全に UFO ですよねこれね。これ完全に UFO なんですよ、パッケージが。ほらこれもう UFO ってやっちゃってるもん、この人。こんな感じでめちゃめちゃいいですよね。濃いソース風味というわけで、まあ焼きそば味のラムネです。めっちゃ気にならない？しかもこんなのが100均で売ってること知らなくって、見つけた瞬間えっつってね即選びでした。他にもキムチとかもあったんですけど、まあ、これがね、ラスト1本だったし、すごい気になったので選びました。ちょっと飲んでみますね。こんな感じなんだろう。まあ、美味しいっていうイメージはないけどね。でも意外と案が良かったりしたり。いきます。まあ、開けちゃいます。怖っ。ちょ、やだ！下がパジャマなのがバレちゃう！下がパジャマなのがバレちゃう。いきます。3、2、1、レッツ、インテラスティング。おー、ギリセーフ。濡れたけど。あ、匂いがめっちゃ液晶なんだけど。え、どうやってこの匂いをやってんだ。え、めちゃめちゃ液晶なんだけど。え、怖い怖い怖い。え、なんか、カレー、カレー、まあ、本当に、あ、そうだ、焼きそばの匂い。本当に UFO の匂いがする。UFO って結構ね、濃いめのソースじゃないですか。だからね、すごいね、風味が。すごい。え、ちょっと待って、怖くなってきた。うち意外と、飲み物とか、食べ物とかに関しても怖い。怖いもの知らずなんですよ。何でも食べれちゃうタイプなんですよ。初めてなものでも。虫とかでも多分本気出したら食べれるんですけど。これちょっと怖いかもしれない。そんな怖くないけどね。じゃあ、いただきます。苦手。あれだ。めっちゃ焼きそば。なんで、口に入れた瞬間めちゃめちゃ焼きそばで、口に入れた瞬間も焼きそばなの、ふわーって。なんか焼きそばじゃないんだよ、スナック、焼きそばスナック、ソーススナック系ってなんかある。それのなんかお菓子の味がして、ちょっとねあれっぽいの。焼きソースはソースでも、スナックのソースって感じ。口に入れたらソースなんだけど、ちょっとねゴクンって飲んだ瞬間は、あ、ラムネだってなの。で飲み終わったらまたソースが来て、ちょっとねあれですね。あー、めっちゃお菓子。焼きそばっていうより焼きそばお菓子の味が強いですね。あれだ、うまい棒のたこ焼き味だ。そのうまい棒のサクサクして、食べ終わったのめちゃめちゃ残るじゃないですか、スナックの。それの味がします。まあなんか友達とかと飲んだら盛り上がるかなって感じです。チャンネル登録してね。はい、というわけで今回は毎月恒例、私ももかのダイソー1000円分購入品紹介というわけで、今回はこちらたちを紹介しました。いかがだったでしょうか。いやー、ちょっと今回はですね、これのちょっとねイメージがちょっと強すぎちゃって、なんかこれ紹介みたいな感じになってたんですけど、まあ私的にはね、あまりこれはあれおすすめしないですね。本当にうまい棒のたこ焼き味って感じがすごい。焼きそばっていうより、まあソースだから一応ソースなんだろうけど、好みは分かれると思います。まあ大体んって方に行くと思うんですけども、はい、まあ後でパパにあげたいと思います。というわけで、ぜひ皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。それでは皆さん、バイバーイ。もう部屋のちょっとねたこ焼き臭がすごくなっちゃった。Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.